ク一番乗りです。で、今日はコーチング2本とその後は娘の予防接種があります。で、起きてからだいたい6時間ぐらいが経つんですけど、ちょっとだけ頭がもやっとするので、コーチング前に仮眠をとって万全な状態で臨みたいと思います。早く起きましたけども、おやすみなさい。7時から327本目のコーチングです。頑張ってきます。8時30分から328本目のコーチングです。頑張ってきます。TOEIC800 マジで取りに行きます。800点だとすごく悔しい自分がいたので、800点のイメージを忘れずに1日3時間ポイントします。いいですね、頑張ってください。応援してます。はい、ありがとうございます。今日は1時から娘の予防接種があるので、仕事を早めに切り上げて帰ります。帰ってきました。今日は2食目のご飯150と全卵と鶏胸150です。いただきます。娘と予防注射に来ました。髪が入っちゃった。これから大好きなバスケに行きたいと思います。バスケから帰ってきました。多分ですけど1000カロリーぐらい消費しました。めちゃくちゃ疲れました。もうただいつもだったら寝る時間なので、もう早くパッとシャワー浴びて1日の振り返りして寝ます。今日も楽しい一日でした。バスケでヘトヘトなので、明日の有酸素運動はちょっとお休みしたいと思います。僕は本業がコーチで、コーチングが一番いい状態で提供できるっていうところが軸にあるので、それだったら有酸素運動は明日休んだ方がいいなっていうことをなんとなく体が言ってるので休みます。ではおやすみなさい。おはようございます。今日もTOEIC一番乗りです。で、今日はコーチング3本ですね。その後は自分の時間使っていきたいと思います。今日も楽しい一日にしましょう。7時から329本目のコーチングです。頑張ります。自分が思っていたところよりも実はこっちが大事だっていうところがはっきり分かったんで、すごい自分の中でストンと落ちて、有意義な時間でした。いいですね。ありがとうございます。また次回も楽しみにしてますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。今日の1食目として家から持ってきたオートミール 80g をお茶漬けで食べたいと思います。見栄えはめちゃくちゃ悪いですが、結構味は美味しいです。8時30分から330本目のコーチングです。頑張ります。いや、今日も本当にめちゃめちゃ面白いコーチングでした。また劇的な変化につながるよう頑張りたいと思います。ありがとうございました。また楽しみにしてます。10時から331本目のコーチングです。頑張ります。今日はなんかその自分のモヤモヤが消えるですね、軸っていうか、そういうの明確になったんで、これから1ヶ月は頑張っていこうと思います。いいですね。じゃあまた次回も楽しみにしてますので、ありがとうございました。ありがとうございます。3時から共同開発者のせいや君と打ち合わせをしていきたいと思います。今日もありがとうございました。ありがとうございました。サービス開発に向けて頑張っていきましょう。はい、頑張ろう。ありがとうございます。仕事終わりました。サービス開発でちょっと打ち合わせが長引いてるんですけども、やっぱ新しいものを作るのって本当難しいなと思います。お互いの意見をすり合わせて、より良いものが作れたらと思いますので、引き続き頑張っていきます。楽しいねえ。これから筋トレに行きます。今日はですね、肩と腹筋と、それから有酸素運動をしていきたいと思います。日一日でした。で、明日はオフなんですが、早起きしてサウナに行きたいと思います。めちゃくちゃ楽しみです。では、おやすみなさい。朝の有酸素運動が終わったので、これから久しぶりにサウナに行きたいと思います。久しぶりのサウナ、めちゃくちゃ整いました。帰ります。朝ごはん、オートミールと卵スープを混ぜてやりたいと思います。これから家の雑草を抜いていきたいと思います。めちゃくちゃ疲れました。終わった。水シャワー浴びてきます。これから定番の減量弁当の鶏胸肉で作っていきます。これから家族でみなとみらいに行きたいと思います。おお、限定のフラペチーノを買いました。ただ僕は飲めません。今日2食目のご飯です。いただきます。いただきます。うまっ。今筋トレ終わってきました。で、今日有酸素運動、ランニングじゃなくてバイクでやったんですけども、マジ最高でした。なんでかっていうと、読書ができるから。ちょっと最近読書できる時間がないなと思ってたんですけども、この有酸素運動の時間にあったかと思いまして、本当に一石二鳥ですね。明日から読書量も増やしてガンガン痩せていきたいと思います。皆さんもおすすめです。今日は3頭と背中をやってました。今日の最後のご飯はこれです。いただきます。うん、どうぞうまい。どうぞうまい。めっちゃ怖かったよね。三段活用みたいだった。今日も楽しい一日でした。で、今日日曜日ですね。いや、やっぱり1週間早いなって最近思います。でも人生で多分これの繰り返しで、本当にあっという間に終わっちゃうものだなと最近思っています。なので皆さん、やりたいことを先延ばしにせずに今やりましょう。こんな凡人な僕でも、できるよっていうことを、皆さんに証明して、こんなやつでもできるんだ、こいつでもできるんだ、じゃあ俺もできるかもっていうふうに思っていただけたらなと思います。筋トレだったり、あとは食事、減量、コーチングサービス、全て全力で取り組んでいきますので、引き続き頑張っていきましょう。それではおやすみなさい。